皆さん、ようこそ、マイキングラグジュアリーアカデミーの教育ビデオへようこそ。私はメンバーのチュング・ハルミです。そして今日のビデオでは、高級品市場について話していきましょう。はじめに、このプレゼンテーションでは、高級品市場の成長を探り、消費者を特定し、その人たちの、特徴も探っていきます。また、市場規模、売上型など、関連する統計データをご紹介していきます。はじめに、高級品市場のターゲット。高級品市場は、小売業界の中でもユニークな分野であり、この高品質かつ高級で、上品な商品を求める消費者に向けた市場です。また、可処分所得の増加、消費者の好みの変化、グローバル市場の拡大などを受け、長年にわたり大きな成長を遂げています。ここでは、2021年から2023年までに起きた出来事を、短く説明していきます。はじめに、ベイン&カンパニーが追跡するラグジュアリー業界全体は、高級自動車、高級ホスピタリティ、高級パーソナルグッズを中心に、市場全体の80%以上を占める9つのセグメントからなる、贅沢品と体験を含んでいます。でも、2020年に、新型コロナウイルスによってよりひどく減少しました。しかし、2021年には、これらは回復し、2022年にはさらに、19%から21%増加しました。そして、2023年に起こりうる世界的な、景気後退が業界に与える影響は、2008年から2009年の世界、金融危機とは、異なる可能性があります。また、2023年については、2つのシナリオがあり、中国の景気回復の、強さと、米国とヨーロッパが景気の逆風に、耐えられるかどうかに応じて、最大6%から8%となります。今後の未来、高級、個人財産の未来はしっかりとした土台に整っており、今や、よりいい状態に、あると言ってもいいでしょう。10年後の、2030年には、市場規模は、5400億ユーロから5800億ユーロに、拡大し、2022年の推定3530億ユーロから大幅に増加すると予測されています。これは50%以上の増加を意味し、業界の前向きな見通しを裏付けるものです。で、今さっきみたいに、前はコロナウイルスによって、この全部売上が下がったと言いましたが、2022年にはこれが増加しました。なぜかというと、2022年の市場成立は、主に、ミレニアル世代と Z 世代の消費、習慣によって伸びました。そして、世代間のトレンドがこの分野の成長を、もたらすでしょう。また、Z 世代とアルファ世代は、他の世代よりも、早く支出を増やすと予測されています。彼らは、ミレニアル世代よりも早い年齢で高級品を購入し始めると、思っています。様々なチャンネルを探ろう。なぜデジタル、マーケティングは重要なのか。2030年、までにメタバースや、ブランド関連の、このマルチメディアコンテンツなど、テクノロジー、技術をベースとした、革新的な取り組みによって、600億ユーロから1200億ユーロに追加売上が見込まれています。これらの、新しい活動は成長と発展の大きな、可能性を秘めています。最後にまとめ。はじめに成長。高級品市場は、消費者の好みの変化とグローバル市場の拡大に、伴い大きな成長を遂げています。次にターゲットの、再設定。ターゲット層は、独占性、高品質、ユニークな体験を求める、お金持ち、いわゆる、お金を持っている人、顧客です。そして最後に、ラグジュアリーデジタルマーケティング。マーケティング、すいません。ここは、好ましい成長率が予測されているため、ブランドは、目の肥えた消費者
を魅了し、将来のラグジュアリーデジタルマーケティングを、成功に導くチャンスがあります。はい、では皆さん、このビデオではどうだったでしょうか。私たちのチャンネルにもこの他にいろいろなビデオもありますので、もしよかったらご覧ください。ではまた次のビデオで会いましょう。さようなら。